世界をひっくり返そうぜ。どうも、ワンピースの謎とカメユーチューバー、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、沈みゆく世界を救う方法です。それはもしかしたら、ワンピースの正体であり、なんなら、天の神の名を持つ古代兵器ウラヌスかもしれません。つまり、海面上昇を止める方法イコール、ワンピースであり、ワンピースイコール古代兵器ウラヌスの可能性です。沈みゆく世界を救う方法とは何か。それは、錬金術の大秘宝と言われる謎のテキスト。上にあるものは下にあるもののごとく、下にあるものは上にあるもののごとく。この謎のテキストから全てが解けるかもしれません。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。800年前、海面が200メートルも上昇した沈みゆく世界、さらに古代兵器が放たれれば世界は全て沈没してしまうという、そんな沈みゆく世界を救えるのがおそらくワンピース、別名ひとつなぎの大秘宝でしょうか。そんなワンピースの正体というよりも、リオポーネグリフの正体は2年前このように考えました。こちらです。リオポーネグリフはすでにロジャーがラフテルまで届けているもので、つまりロジャーが手に入れたものです。そんなポーネグリフは30個あり、そのうち9個がリオポーネグリフですが、実は我々はまだおそらく一つもそれを見たことがありません。それはロビンもです。このポーネグリフとは全部で30個ありますが、そのうちロードポーネグリフはなぜか赤い石でした。なぜロードポーネグリフの4つだけが赤い色をしているのでしょうか。ここに何か仕掛けを感じました。つまりまだ見ぬ9つのリオポーネグリフも通常の黒ではなく別の色、別の素材、それはもしかするとエメラルドです。緑色のポーネグリフ、それこそがリオポーネグリフの色。つまりラクテルとはエメラルドの都、大秘宝、ワンピース。こちらの動画で考えましたが、夢を笑うベラミーと夢に笑ったロジャーは表裏一体です。海賊旗ジョリー・ロジャーは実在した海賊サミュエル・ベラミーが使っていたものです。そんなベラミーはロジャーやルフィのように空島へ到達し、世界がひっくり返ったと言います。これはロジャーと同じセリフです。そのベラミーがバカにしていたのが空島の黄金鏡とワンピース、そしてエメラルドの都です。つまりラクテルにはエメラルドの都がある。そこには貴重で巨大、黄金以上に莫大な価値がある緑色のエメラルドの宝石リオポーネグリフが9つある。それこそが命を懸けた海賊たちへのご褒美です。リオポーネグリフそのものがただの石ではなく高価で巨大な宝石なら、辻褄が全て合うからです。さらにこちらの動画ではワンピースとは遺産であると考え、それはダジャレから遺産とは遺産、13は宝物、そしてクジラは日本でその昔イサと呼ばれていましたから、イサの遺産の中に遺産があると考えました。そんなエメラルドには大航海時代のエピソードがあります。1526年、フランシスコ・ピサロはインカ帝国を侵略しました。この時太陽の帝国インカ帝国の皇帝から巨大なピラミッド型のエメラルドを奪い取ったといいます。そんなエメラルドは5月生まれのルフィの誕生石でもあります。一方9月生まれのボニーの誕生石はサファイア。ボニーはサファイアの太陽のネックレスをもらいましたが、ルフィも太陽の国のエメラルドを手に入れるのか。まだ見ぬリオポーネグリフとは緑色の宝石エメラルドでできた石だと考えました。大航海時代スペインの人々は太陽の国インカ帝国を滅ぼして未知なるゴムと宝石エメラルドを奪いました。このエメラルドには伝説が残されています。それがエメラルドタブレットです。エメラルドタブレットとは錬金術の大秘宝が書かれている石碑です。そのテキスト大秘宝とは、これは真実にして嘘偽りなく、確実にして最も神聖である。下にあるものは上にあるもののごとく、上にあるものは下にあるもののごとく、それは唯一のものの奇跡を果たすためである。よく意味が分かりませんが、このように石碑に書かれています。それはまるで僕がずっと考えている表裏一体そのもののようなテキスト。上にあるものは下にもある。魚人島の真上にある聖地マリージョアでは人間を奴隷のように扱っていました。一方逆に聖地マリージョアの真下にある魚人島でも人間を奴隷のように扱っていました。さらにこのマリージョアと魚人島の関係性は話数でもわかります。906話が上にある聖地マリージョア、906話をひっくり返すと609話が下にある魚人島の冒険。
このように実はワンピースには錬金術とつながる描写がいくつも確認できそう。例えばルフィたちが乗るサニー号とは太陽のライオンですが、錬金術の象徴もライオンです。さらに錬金術で作り出した賢者の石はいわばエリクサーであり、それは万能薬と呼ばれています。賢者の石はウソップの嘘、万能薬があるんだにつながるのか。そして古代の錬金術師とはいわば医師であり科学者でした。そのように考えると、科学者ベアバンクが研究していた古代の超高度な文明もいわば錬金術だったかもしれません。錬金術とは鉄から貴金属を生み出す秘術ですが、ベアバンクは人工ダイヤモンドをエッグヘッドで製造していました。 SF 作家アーサー・C・クラーク曰く、十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。つまり五老星たちが使っていた魔法陣のワープ技術もあれは錬金術なのかもしれません。4年前にも考えたように、イム様イコールイム様ならば、古代の医師イム様とは錬金術師という意味ですから、イム様は錬金術を使えそう。イム様は巨大な王国を滅ぼして錬金術の秘宝を独り占めしたのか。秘宝イコール秘宝、そんな錬金術の大秘宝が書かれていたエメラルドタブレットの謎のテキスト、上にあるものは下にあるもののごとく、これは一体何でしょうか。そろそろ本題へ行きましょう。ワンピースの正体かもしれない沈みゆく世界を救う一つなぎの大秘宝、上にあるものは下にあるもののごとく、それは雲です。1123までベアバンクが重要視していた雲太の特大版がワンピースの正体なのか。雲とは海水が蒸発して水蒸気となって空気に溶け込み、その空気が上空へ昇り冷やされると雲となります。上にある雲は下にある海水のごとく、下にある海水は上にある雲のごとく、世界の水は絶えず循環している海と雲のひとつなぎです。海水と雨雲の水の循環こそがひとつなぎの大秘宝、雲をつかむような話、これこそが落語みたいなワンピースのオチなのか。膨れ上がった海水を人工的に汲み上げて、それを茹でて沸騰させて雲に変化させ、その雲をもしも南極へと移動させたなら、雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう、その雪はやがて氷となる。これで沈みゆく世界の大量の海を氷に変化させて救えます。下にある海水を上にある雲に変える、世界が上下にひっくり返る、この水の循環、雲の移動の伏線とはダンスパウダー。アラバスタで見た雨雲を生み出す人工降雨船フール号はエッグヘッドにあった島雲を作る雲太の瓶にそっくりです。この雲太のもっと大きいものがあれば、大量の海水を雲に変化させて南極に運べば勝手に凍る、そして海面の高さはやがて元通りになる。逆に言えば、世界政府は800年前南極の氷に古代兵器を放ち、氷を溶かして海面上昇させたのかもしれません。そんな天にある雲を作れる装置があるとすれば、それは天の神の名を持つ古代兵器ウラヌスなのかもしれません。つまり古代兵器を欲していたクロコダイルはすでに古代兵器みたいなものを持っていたというオチ。4年前僕はこちらの動画で、なぜか古代兵器プルトンには雲と雲のダジャレを感じていましたが、それは古代兵器プルトンではなく古代兵器ウラヌスを想起させていたのかもしれません。つまりはワンピースのヒントだったのか。またルフィが追い求めているワンピースがもしも雲ならば、逆にルフィを追いかけている黙々の実のスモーカーとの表裏一体も成立するのです。とにかくワンピースイコール雲を作る装置イコールウラヌスなのか。ベアバンク曰く、ジョイボーイは古代兵器を何のためにか後世へと残したと言っていました。さらにカイドウとビッグマムは、ワンピースを取りに行くぞ、古代兵器の存在は世界に恐怖と戦争をもたらすだろう。鬼ヶ島でカイドウはワンピースをまるで古代兵器かのように言っていました。そしてビッグマムも、ワノ国にワンピースがあると言っていました。ワンピースイコール古代兵器、しかし古代兵器プルトンとはワノ国に眠っており、古代兵器ポセイドンとは人魚姫白星です。残る古代兵器は天の神の名を持つウラヌスですが、そのウラヌスとはあのイムホーかのように思えますが、あれはおそらく古代兵器プルトンかもしれません。プルトンとは島一つを吹き飛ばす造船史上最悪の戦艦ですから、ルリシア王国を滅ぼしたイムホーと合致しています。
そんなイム砲の名前が未だに隠されているところもポイントでしょう。戦艦プルトンが島雲によって浮遊しているのがあのイム砲なのか。そんな古代兵器プルトンには設計図が残されていましたから、4年前考えたように明らかにプルトンは2つあるでしょう。さらに1年前に考えたようにイム砲とはプルトンと同じ設計図か。そんなイム砲は世界を海に沈めるといいますが、古代兵器ポセイドンもまた世界を海に沈めるといいます。しかし一方で乙姫曰く、古代兵器とは幾千もの命を救う愛の力だとも言います。故に残されている古代兵器ユランスも同じように世界を滅ぼす力と人を救う力、どちらの力も兼ね備えているのでしょう。それはフランキーが作ったバトルフランキーのように、ベアバンクが作ったセラフィムたちのように、兵器とは使う人によって性質が変わるものです。古代兵器ユランスが海水から雲を作れるなら、それは逆も可能でしょう。雲から海水を生み出してウラヌスもまた世界を海に沈めることができるというのか。とにかく沈みゆく世界を救える方法とは、海と雲を一つにつなげる装置、錬金術の奥義である一つなぎの代表。上にあるものは下にあるもののごとく、下にあるものは上にあるもののごとく、一つは全て、全ては一つ、ワンピースでありオールブルー。雲を作る装置、機械がワンピースの正体だって？それってなんかロマンがない。それならば雲を作る機械ではなく生物か。それは例えば巨大クジラ。巨大クジラが海水を大量に飲み込んで大量の脂肪を吹けば、その水蒸気が空に舞い上がり、クジラ雲が作られるかもしれません。クジラ雲とは積雲といい、晴れた日に水蒸気量が多いと発生する綿雨みたいな雲のことです。ワンピースの正体とはクジラが潮を吹いて作ったクジラ雲なのか。それならばその伏線はどこにあるというのか。それは一つなぎの語呂合わせ。一つなぎ。127話。127話では巨人ブロギーが涙を流して虹を作っている。これがクジラの潮吹きのイメージなのか。これだけではまだ何とも言えません。ここまでの考察はただの空想、雲をつかむような笑い話だったのか。いや、もう一つ、一つなぎの語呂合わせがあります。一つなぎ。1027話。1027話の扉絵はロジャー。そして1027話では桃之助がついに雲をつかんでいる。雲をつかむような笑い話。それがワンピースなのか。巨大なクジラが海水を飲み込んでクジラ雲を作り、その雲を南極まで移動させて凍らせれば、沈むゆく世界は救われる。以上です。考察は当たるも八景、外れれば雷鳴八景なのでご容赦ください。ありがとうございました。チャンネル登録してね。私の考察には敵が多すぎる。一緒に最後まで釈迦じゃないよ。